はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、このすごくしらっちゃけちゃってる EK スポーツ、今学徒がもう磨いてたんですけども、どう学徒、変わってきてる？まあ少し、まだ少し違ってないですけど、とりあえずボンネット今やってたのな。そうですね。これもう見た目でわかると思うんですけど、すごいですね。やばいべ、やばいべ、真っ白で。なすごいです。学徒初めてだと、この号までひどいの。ここまで左の初めてスタートのネビまでな。この EK スポーツ、今ねボンネットだけちょっとこう磨いたんですけども、今ちょっとまあ色変わってきてるんだよね、ちょっとね、これこんだけこうしらっちゃけちゃって、これバンパーの、まあなんだ、ボンネットだったりは素材が違うから、バンパーとかはここまで白く焼けないんだけども、これ鉄板部分はもう全面が白くやっぱ焼けちゃうのね。この赤系特有の焼け方です。こういうのを磨いで、今からテラッテロに色も戻しながら、仕上げていきます。ガクト、こんなに状態悪い EK スポーツ初めて見かけます。はい、楽しみです。はい、頑張ります。じゃあ頑張ってやってみてください。ありがとうございます。はい、はい。花形しました。うん、コンパウンドつけすぎ、出しすぎちゃった。あ、コンパウンドの量、コンパウンド出しすぎちゃった。思ったより出てしまった。だいぶ真っ白だから、コンパウンド多めにつけちゃったな。つけちゃったら出すぎちゃって、うん、まあでも、まあいいな、それも勉強だな。勉強勉強です。はい、まあ、いいんちゃん、変わってきてんじゃん。そうですね、うん、白いとこ拭いてみ、一回そのタオルで。もう乾いたらまたすぐこの色に戻るっすね。あ、そうか。あ、今濡れタオルか。濡れタオルだからあれですけど、うん、乾いたらもうすぐ戻っちゃって、うん、磨いたら変わりますね。うん、磨いてコート剤塗った時にどこまで乾くかかな。そうですね、ビフォーアフターですね。ビフォーアフターでももうちょっとやっただけで根気変わってくるかな。そうですね、うん、面白いべ。面白いです。やりがいある。やりがいあるんだよな。俺も初めてこういうの磨いてる時さ、あまりにも変わってすげえ面白かった。面白いです、面白いですやってんじゃん。はい、はい、まあ、すごい色。うん、あ、バフもな、それもあの1枚じゃ多分できないんじゃない。こんだけ状態悪いと何枚か使いますか。そう、バフもちょっと手入れしながら使わねえから、多分切れねえと。あ、やってみ。可愛くとやっぱりまた白くなるんだね。はい、今だいぶ磨いたところでございます。だいぶ色の方を戻したんじゃないかな。チラッチ上げてるのもだいぶ抜けてるよね。ほら、パンパーとフェンダーとかのボンネットの色の差ほとんどなくなったよね。どうですか、カクト。やりがいあるっす。やりがいやっぺ。こんなに色綺麗になって思わなかったべ。うん、ここまで戻ると思わなかったっすね。な、こっからまだコート剤塗っていくんだけど、まあ、まだ天井もちょっとか。天井やったらな、コート剤塗った時の仕上がりが楽しみだぜ。そうっすね、最高綺麗になるんだよね。なあ、どこまでチョロチョロになったな。よし、じゃあ頑張って、よろしくお願いします。はい、面白いんですよね、このぐらい色戻ってくると本当にやりがいがあります。いいね。この磨きはさ、この赤系なんかこうやって磨いた時にテロテロにするとさ、色も戻るんだけど、これ適当にやると、あの、ところどころ白いのが残ったりするんで、めちゃくちゃ分かりやすくていいですね。あと仕上がった時に白いところが残ってなければ、まあ、ガクト頑張ったでしょうと思いますね。あと仕上がった時にね、白くなってるところが残ってるか残ってないか、ね、丁寧にやれば白いところ残りません。まあ、あと仕上がりが楽しみです。はい、全面磨きは OK でございます。ほんで今コンパウンドね、パス落とししてます。綺麗になりましたね。あ、綺麗になったべ。ありがとう。あと、あれだな、今からコーティング剤、ガクトが今日使うコーティング剤は、最近いろいろコーティング剤買ったのな。試してますね。試そうと思っていろいろ買ってな。今日は今からガクトがやるやつを選ぶんだべ。
はい、ありがとうございます。ちょっと何をやるのか、ちょっと動画に撮って。あ、了解です。はい、はい。いいね。はい、今日はガクトがね、今からやるコーティング剤が、これでやるそうです。これ。なんだっけ、テルシード、ハイドロショット150ってやつ、テルシード。今日はこれでやるんだって。これ一応ガラスコートになってるみたいですね。ガラスコーティングって書いてあるから。ほんで、1回だけだと多分ノリがそんなに大したことないのかな。3回やるといいって書いてあります。ガラス化しますって書いてあるから3回やってクリア層そのものがガラス化しますって書いてあるね。3回でも簡単にできるの、これスプレーで塗って拭き上げるだけなんだ。これね、強力になるよって言われてるね。ん？3回塗れば、うん、より強力なガラスの層ができるって書いてある。うん、そういうことだな、書いてあるもんな。3回やっと強力になるって。でも1回でもある程度出んだべきだな。1回でもガラスの層ができるらしいんですけどな。より長持ちさせるには長持ちさせるのには3回やれってな。いいな。ビスでね、まあ、いろんなコート剤ね使ってはいるんですけども、まあ、基本的にガラス系のコーティングするのがほとんどなんで、この洗車と一緒に引き上げしながら簡単にできるタイプのねやつを実は基本として使ってはいるんですけども、まあ、本格的なガラスコートもやってます。このタイプじゃなくて小瓶に入ってるやつね。あれなんかもう、ほんと年に数えるぐらいだけど、1回やっか2回やっかぐらいしかないけどさ、ケンちゃんがね、どこに行った？いたいた、ここにいるな。ここにケンイチ行くけどさ、ケンちゃんが、ピースでもね、何回か本格的なガラスコートをやったことありますね。すごい大変そうでした。まあ、とりあえず、この試しに、この簡単にできる、このスプレー式ネーズ、どんなもんなんだかやったことないから試しに買ってみたのね。まあやってみます。はい、そしたらガクト初めてのこのだけペルシードだっけか。ペルシードペルシードペルシード英語読めねえべ。読めますよペルシード。本当かめ、俺ペルシードって言ったからな。まあいいやってみとれやつ。はい、ペルシード。ボンネットからやればいいの。ボンネットからやればいいの。本当にな。まあ、ほんと残念検事な、言ってくるよ、ちゃんと。ちゃんとやれよ、おめえって。おめえ、それそっちじゃねえべ。専用クロスの声かけじゃねえの。おじゃいの、こうかけてから、俺はいつもこう、ささってやってからっちゃう。癖やで。こじつけます。1秒の噴射で80センチ四方。何？1秒の噴射。ああ、いいからやれよ、早く。はい。ヘルシート。ちゃんと伸ばせよ。大体こんぐらい、うん、いいんですか、ケンイチ先生。いや、わかんない。僕もそれ使ったことなくて。蚊ですね。新車のような輝きだ。一回これで拭き上げしてみればいい。どれどれ、もうちょっと、もうちょっと多め塗ったらいいんじゃねえの。うん、ちょっと多めに塗ったらいいんじゃない、もうちょっと。容量がわからなくて、もうちょっと塗ってもいいわけですけどな。何ですか、うん、やったことないからわかんねえな。だからわかんないですね。こんぐらい塗ればいいの。でも綺麗になってるような気はするな。本当だね。うん、綺麗になってるような気がする。綺麗になってるような気がする。これ格闘やってもこんだけ綺麗なんだから、これケンイチだったらもっと綺麗になるな。な、ケンイチな。いやいや、素晴らしいですよ。いいんじゃね、結構いいじゃんこれ。これはすごい、ガラスの層が張ってるよ。おめえまた、ほんとかおめえ。ガラスの層に何回かで変わっていくって書いてあった、どうおめえ。だから1回でも張るんじゃないですか。なんぼかは、なんぼかは。おの、いいんじゃね、綺麗だ。意味ですけどね。これを3回やるんだって。3回。これは、このペルシードってやつはこの簡単にできるみたいで、これを3回やって本領発揮なんだべ。あ、最高のガラスの層を張るらしいです。で、
かりだったんだべ。な、最高のガラスの層貼るらしいです。これでできんだから簡単でいいな。いや、大変でしょ、3回ですから。そうか、そうか、そうか。確かにそうだな、3回のはひどいわな。高い車の次に塗るしかねえな。1回で3回分塗っちゃえばいいのか。一回三回分乾かしてからまだ塗った方が効けばいいんじゃねえの。そうだべな固まって表に固まってからまだそう、層を重ねていくんだべ。層を重ねていく、うん、きっとね。ほら、あの健二先生がそう言うんだから間違いに。間違いない。いい、甘呼びだ。とりあえずほら、一発目でも根気変わんだからいいんじゃね、うん、じゃあ全体的にガクト頑張れ、これ、はい、はい、じゃあ塗ってってください。はい、はい、いいんじゃんの、簡単でいいな、これな、うん、本当に簡単でいいじゃん。ガラス塗っていい。あ、怒らっちゃう。ケンジのダメだし。ちゃんと見かけてね。見かけて。今白いんだよ。こっちから近いの。近い加減で。こっちから見るとすごいんだよ。本当に。ほら、白いじゃん。磨き残しじゃない。え、学長磨き残し。いや、それはない。まあいい。じゃあ冷蔵置いてて、とりあえずことさえ塗ってきゃ。とりあえずな、あの展示用の車だったんで、とりあえず。なんか綺麗だね。綺麗だね。綺麗だ。じゃあガラスで塗ってから。うん。やってみろ。意外も可能って買い出したことない。すごいね、ボディガード可能だね。でも本当綺麗だ。まあとりあえずこれで全面やってもらって、あと仕上がった頃もう一回撮っていきます。そう、ボディーガムできるらしいよ。使ったことないから分かんないもんな。でも簡単だ。3週間以内で3回行うのがおすすめ。うん、そう、おすすめが3回なんて。でも1日のうちに3回も、うん、乾かしてからコートをこう重ねるようにやれってことなんだけどな、うん、あでも本当のガラスコート材らしいよ、これ。やったことねえから分かんないけど。いや、怪しい液体を使ったあの小瓶の液体だべ。ケンちゃんは小瓶の液体ちゃんとやってたからな。怪しい液体ちょっとら小瓶で1万円か。冷蔵庫に入れておくんだべ。冷蔵庫に。怪しすぎるな。怪しすぎる。本物のガラスコート材は小瓶に入ってくんだって。ヘッドライトもじゃあ OK。 ヘッドライトも大丈夫だべ。ホイールもヘッドライトもガラスも全部使えるって書いてあったよ。すごいな、うん、なあ、こうやっていろんなの試してみるの面白いからな。今回のこれもな、ガクトがなんかいろいろせっかくだからコート材試してみてっつってな、こんな買ってみたのな。買ってみました。責任持ってガクトにやってもらうわけだから。また、こういう車的にまた買ってあるコート材は違うのあるからやってみてな。わかりました。な、とりあえずな、まあ、今日はこのフェルシードでいきます。はい、ガクトお疲れ様です。どうですか自分の仕上がりの感じは。いや、まあガラスコートは良かったです。良かった。な、簡単なスプレータイプの。簡単なスプレーでした。キッちゃん、はい、厳しい目でした。磨きが甘い。まあいいんじゃない。まあちょっと、もうちょっとできたかな、磨きは。あ、本当にそんな気がする。気がしました。まあいいんじゃない。いいんじゃない。あの、いいケースポーツ。そうっすね。ガクトのセカンドパー。いや、かっこいいですよね、これね。なあ、ターボで。なあ、この色。これ、この赤好きだからな。赤松だけでこの車乗ってきたらちょうどいいっすよね。なあ、最高だな、最高。いいよ。なあ、まあ、まあいいや。じゃあとりあえず俺、最後の動画の仕上げのを撮っちゃいますね。じゃあお疲れ様でした。よし。おーい、おい。はい、とりあえず仕上がりました。こんな感じでございます。あのスプレータイプのガラスコート剤、今回ね、あのおすすめは3回やった方がいいみたいなんですけども、とりあえず1回だけの、コーティングの塗り付けになってます。まあ一発だけ1回塗ってます。まあでも下地まあまあ磨いである程度色戻しできてたかな。
ちょっとこの辺が少しぼやけが出ちゃってるかな。まあでも最初の状態からすればだいぶテロテロ色も戻ってるかなって気はします。まあ悪はないね、綺麗には仕上がってはいますね。コート材のツヤがいいです。ツヤツヤだわ。まあこんな感じの。ほんでもうこちらの車、テスト走行とかも陰で車検の残りがあった車だったんです。んでもうこのまま販売の方に回せるように、全部仕上がった状態ですね。一応お値段の方こちら、まあ、さっきからずしたんだけど平成15年式の EK スポーツターボ、オートバの ETC ついております。車体価格が12万円で車検の方が来年の11月までついてます。来年の11月までね、1年ぐらい残ってる状態で、で車検が中途半端だったから一応この車検度が、タイヤだったりとかもこのまんまの現状ってことで、まあ、現状販売ってことでエンジンミッションの保証はつけます。この現状の意味がこのタイヤだったりバッテリーだったりとか、なんだ、あと点灯渡しとかね、そういうところはこのまんまで引き渡ししますよっていう意味の現状としてエンジンとミッションのもしものトラブルに対する保証の方はつけさせてもらいますんでね。これなんで登録消費を込み込み乗り出し価格が、消費を3万円頂戴できれば店頭渡しで15万円で店頭渡し価格となりますね。ナンバー動画はいわきナンバーだったり宮城ナンバーだったり福島ナンバー以外でも込み込みな価格として15万円で店頭渡しで対応できますんでね。こちら一回エンジンかけてみようかな。走行距離がいいね。モデルは平成15年でフルゴアになっちゃうけどターボ車、これといっておかしな感じもなかったです。持った感じはね非常に良かったですよ。5万1000キロちょいね、まあ、一応5万2000キロってことで置いてます。よいしょ、綺麗だよ内装も。これ、まあ、外装がね本当悪かったから白多くなっててね、動画で見ていただいてた通り外装が悪かったから、まあでもだいぶ綺麗には仕上げたんで、これターボ車じゃない、お手軽な軽ターボいいですね。この奇抜な感じの上がっていうのがね、乗れる人は乗れるけど目立っちゃいますからね。やっぱこういう赤色とか黄色とかって好き好みが激しく出ますね。私はどっちかというと好きです。鍵もこの鍵だけね、なんだっけあれがついてない、あとなんだっけスマートキーとか、キーレスのかも欠品ですね。まあ、一応こんな感じの EK スポーツ、まあ、お手頃価格な経営のターボですね。いいね、ガクトが欲しがってましたね。あいつ赤色好きみたいでいいんじゃない、赤いつなぎで赤い車乗ってね。まあでもとりあえずは、お店の方でね、今日値段出ししてネットの方にも上がりますんでね、ぜひ欲しい方いれば現車確認もできますんで、ね、一応年式的にも古い車でありますんで、できれば現車確認をお勧めいたします。お店の方にはねもう並べてあります。ネットの方にも今日の夕方までには上がりますんで、気になる方いらっしゃいましたらぜひぜひご検討よろしくお願いいたします。じゃあ低価格車専門店ピース、磨きだったりもねいろんなコート材まだまだね試してみたいのいろいろあってさ、本格的なガラスコートなんかもまあね、ガクトにやってみてもらいたいなとかもちょっと考えてはいいんですけど、でもなかなか難しいんだねあれ。だからまずこういう風な簡単にできるコート材からいろいろガクトにやってみてもらおうかななんて思っております。よし、まあ、そんなところで低価格車専門店ピース、車の方何かございましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。